るい未来が見えない。もう諦めるしかない。そんな状況下にいた犬たちについに助けが現れました。スタッフはその光景に言葉を失ったと言います。しかしスタッフらの愛情により一匹の犬が変わろうとしています。以前の姿を想像できないほどの変化にきっと多くの人が勇気を与えられるでしょう。去年の3月、イングランドで動物保護活動をしているスタッフはとある一軒の民家を訪ねました。部屋の中に入ったスタッフらは目の前に衝撃的な光景が広がっていて、スタッフ全員がショックを受けたそうです。まず部屋に入った瞬間、悪臭が鼻につき、ひどく汚れた部屋にいたのはなんと22匹もの犬たち。犬はみんな毛が伸びきっており、まるで毛玉が動いているかのような光景で、この部屋は長期間誰も管理していなかったことがうかがえます。スタッフらは22匹の犬を1匹1匹部屋から救出しますが、ほとんどの子が治療が必要な状態でした。中でも特にひどい状態だったのは後にホビットと名付けられた子で、他の犬に比べて一番体重が軽かった上に人間への警戒心が強かったそうです。ホビットを保護するのはとても大変だったようですが、その後のトリミング作業も大掛かりになりました。スタッフのことを怖がるホビットを抑え、長く伸びきって絡まった毛を丁寧にトリミングしていくと、ホビットの本来の姿が現れたのです。そして体の回復とともに、ホビットの心にも少しずつ変化が現れたのは保護から3ヶ月が経った頃でした。ホビットはようやく私たちに心を開いてくれたのです。見た目も随分変わり、まるで別の犬になったようで、とっても可愛い姿に癒されていました。するとこの年の夏、新しい飼い主が見つかったことで、ホビットはあのひどい環境で暮らしていた犬とは思えないほど生まれ変わったのです。飼い主さんによると、ホビットを連れて散歩に行くと、可愛いから写真を撮らせてと声をかけられることが増えたといいます。人間のことを怖がっていたホビットはもうそこにはおらず、初対面の人にも嬉しそうに尻尾をフリフリ。明るい性格になったこともあり、飼い主さんと遊ぶことが大好きで、海にも連れて行ってもらったほか、さまざまな経験をしました。さらに地元で開催されたドッグショーに初参加したホビットは、驚くことに1位を獲得することができ、地元では一躍有名な犬となったのです。ホビットは今まさに幸せいっぱいな日々を送っているので、辛かったホビットを知っている施設のスタッフは想像ができないことでしょう。このようにホビットが生まれ変わることができたのは、何よりもスタッフたちのおかげですね。きっとホビットは自分を助けてくれたスタッフらのことを一生忘れないと思います。ホビットのことを見てひどいネグレクトを受けた動物でも、まだまだ明るい未来があるということを世界中に広めたいですね。人の愛情でこんなに変化するのですね。ホビットはとっても可愛い姿になり、写真を撮りたくなる気持ちがわかります。苦しい時もありましたが、ホビットを見ていると決して諦めてはいけないと学びましたね。いつまでもホビットが幸せでいられますように。ご視聴いただきありがとうございました。